はい、唐子遺跡やってきました。24号線走っておるとね、横見えるんやけど、ね、なかなかね、駐車場がないんですよ。探しまくって。ただ今入ってきましたけどね。ちょっと駐車場ややこしいね。ここはもともと駐車場する予定だったんじゃないかね。唐子遺跡は、なんか残ってるんかね。何年か前にテレビでズームやってたんやけどね。ちょっとよく覚えとらんねんけど。さあちょっと行ってみましょうかね。駐輪場でございます、ここね。あ、これこれ。これです、これ。どうなってんの？弥生か。唐子池。ということは、弥生時代ってこと？はい。こんな感じでね、ちょっと行ってみましょうか。今ここにおるからね。ずっと奥に入る、奥に行ったらね、池があるみたいです。池見当たらないね。あの塔なんかどこだったの？塔がね、見えるんやけどね。24号線から塔が見えるんだけど、あれはどこやろ。まだちょっと奥か。これは広いんやけどね。人になってますんけど。この広さ、この広さ、この広さ。すごいですよ、これ。向こうまで、どれくらいですか？色ちょっとおそらくね、はい、こんなのがあるよ。弥生時代、古墳時代の初め頃、古墳ではないんかね、これ。はい、ちょっと行ってみましょう。これ池かね。あ、あれが見えんだわ、あれ。あれが、あの塔が見えんですよ。あの塔がで25号線走ってると見えるじゃないですか。ここに池ありましたわ。あの塔はね、いつも見えるんやけど、駐車場がないんですよ、あの24号線沿いにはね。これですか。はい。やら広いね、これ。幅が700、800メーター。ほんで、奥行きが1000メーター以上あるよね。2キロまでないか。これが見えるんですよ、これが。これ池がね、池が、ナビでは見えんだけどね、外から、車の中から見えないんですよ、これ。これ。太平洋戦争。あ、校舎があったもんだところに。おぉ、柳郷の飛行場があったの、こう。それは知らないんだね。これが校舎をなす、そうです。飛行場言うと八百倉しか分かってなかったんやけど、ここにもこれものすごい広いのが、ね、これは広いですよ、これ。この土地はどこの土地やろ。どこが管理してんだろうね。これほら、これ池でございます。管理団体書いてあったっけ。ここ、これね、ああ、岡山県が、岡山県が運ばれた。ほらね、この塔がものすごい、あの横ほら、そこ24号線通ってましたから、そこ。あ、24号線の向こうね。車通ってました。うん。なるほど。ナイフにしたわけね。こんな感じだったの。なんかね、横を通ってると、よく昔から見てたんやけどね、これ。やればなかったね。あの24号線沿いないからね、乗れなかったんだけど、これはこれね、ここで中国地方雰囲気の
年前の灯籠を踏む。駐車場がちょっと問題ありましたね、はい、こういうの基礎でございます。何の基礎かね、これ。2000年前に建っていたと思われる大型建物跡、欅で太さが83センチ。どうなんだろうこれ。ちょっとね、ちょっとこう等速になってないんですよね。これでよかったかね、昔は。まあ、これでもね、建物建ちますわね。あの辺なんか日本なんか日本語がすごい近いですね。駐車場があれやね、これ。唐子遺跡。これが唐子遺跡ですよ、これ。この木が出てきましたか、ここに。あ、このことか。文化社っていうのこれ、これ。これ、木が残ってますね。これも。これ後ろのところ残ってるの、木のところ、これ。これその時のほら柱です、これ、これ。すごいね、弥生時代の柱。これ。これは大きいわよ、これ。穴持ってやるの、これ。すごいね、これ。はい。はい、出ましょう。こんなんです。